どうもヘミちゃんです。今回はドルフィードリームヘッドの27番を使って東方プロジェクトの米市さとりちゃんを作ろうと思います。メイクのデザインはこんな感じで、ちょっとだけ地と目にしようと思います。はい、そしたらまずはソフビ盛りでまぶたを平たく持っていきます。ソフビ盛りこんな感じです。次はアイを作っていきます。ピンクと紫で2種類作ろうと思います。はい、そしたらラメをつけていきます。はい、そしたらカボションをくっつけます。最後はコーティング。はい、完成。キラキラ多めにした。次はメイクをやっていきます。下書きはピンクでやっていきます。二重線はちょっと茶色寄りで描きます。二重線こんな感じ。この色で口と眉毛も描いちゃいます。ちょっと表情変更、困り顔の方がさとりちゃんっぽいかなって思って変えます。こんな感じ。次まつげ描きます。はい、まつげこんな感じ。下まつげはないです。ない方が可愛かった。そしたら次はチークの線を描いていきます。そしたら本描きしていきます。まずは眉毛の色をウィッグに合わせて塗っていきます。ドルチェってところで買ってます。いろんな色あってね、おすすめ。眉毛、はい、アイラインこんな感じ。真ん中のところピンクにしてグラデーションになってます。そしたら一回つや消ししてきます。はい、そしたらパステルをつけていきます。
パステル、こんな感じ。次ハイライト入れていきます。はい、ハイライト入れたら最後にもう一回つや消ししていきます。ヘッドメイク完成です。はい、次はリップセットをしていきます。まずは前髪を切っていきます。後ろ髪をこのぐらいに切っていきます。はい、長さこんな感じ。そしたらスプレーとジェルを使って束感を出していきます。リップはこんな感じにします。最後にお洋服を作っていきます。はい、スカートの柄はこのアイロンプリントでやっていきます。こんな感じです。バラの柄はちょっと控えめで、中はバニエ。次はブラウスを作ります。ブラウス完成。あとはね、布にレジン液垂らして固めて、でその上から接着剤で留めてます。このハートはレジンで作って、内裏の点々は刺繍で塗った。よろしく頼むぞ。完成です。こだわったところはくせっ毛感と袖のシルエットを可愛くなるようにしてるところです。サードアイとスリッパも作ってるんだけど、その制作過程は X で載せてるので、気になる方は見てください。あと今こひちゃんも作ってて、完成したら2人で並べたいなって思ってるので、次の動画も楽しみにしててください。最後まで見てくれてありがとうございました。もしよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイビー。